今回ですね、ポストにこういうのが入ってたんですよ。キリスト福音新聞ということで、えー、教会が移転されるということで、深月から中央キリスト教会に移るんですかこれが現場の写真かと思いますけども、なんでこんなお知らせが私のところに来たのかわからないんですけども、まあこれも神のおぼしめし、仏のお導きなんでしょう。えー、特別聖書集会っていうのが9月の2日、3日、4日にあるそうです。時間も書いてますね。これきちっとした なんかねブロシャーですねで。集会は全て無料で、託児とか駐車場もあるんで、どなたでも買えるようになってるのがありがたいですね。託児ができるとか駐車場があるってすごいですね。うんはい、で、ここに一つ、中学生の書いたコラムがあります、えー。死を思うことは恐ろしいけれどって書いてますね。死んだらどうなるんだろう。私はよくそんなことを考える。 天国や地獄という死後の世界が本当にあってそこで存在し続けることができるならそう願いたいえけれども死によって私の意識も心も何もかもが永遠に消し植え,て、えー、消え失せてしまうとしたら今これを書きながらも私は底なし沼に沈んでいくような恐怖に襲われているそしてまだ私は若いからと思考を中断するのだ他の人はどうだろう私が敏感なのかと思ったが 周りの友人に聞いてみるとやはり恐ろしくて考えるのをやめるというこの恐怖からどうやって逃げたらいいんだろう大人になったら怖くなくなるのだろうかとまあ、あの、忙しくって考える暇がなくなるってことなのかもしれませんよねま死、あ、について考えることってのは誰しもあると思いますそれは身近なペットですとか親戚縁者とかねそういった方が亡くなってすごく寂しい気持ちがするからなんですよねで たくさんの人に囲まれている中で一人が失われるのも悲しいのに今度自分が死ぬ番になるともう全てを手放していくっていうことがありますからその寂しさとかそれから死後の世界っていうのはどういうところなのかなっていうね知らないことが恐怖に変わるんじゃないかなと思うんですよねまあそういった悩みにこう答えてくださるところがこうなんじゃないかなと思いますけども死に対する恐怖っていうのはやっぱり何かを思い込むとかある程度思考停止しないとねなんか消えないと思うんですよねそれから 死を恐れる以上に生きてることも怖いっていう風に感じてね、その怖さを乗り越えるために何かに一心不乱に努めていくってこと。その一つが宗教であるっていう考え方なのかもしれませんね。はい。こういう風な地図も用意されてますんで、よろしかったらお邪魔していただければどうでしょうか。あ、YouTube チャンネルもありますね。ちょっと YouTube チャンネル見てみよう。それでは皆さん、ごきげんよう。